どうもこんばんは、竹下敦です。先ほどね、近所の、ローソンに行ってまいりましたところ、お弁当のねコーナーをちらっと見たんですけど、生姜焼き弁当がですね棚にずらーっと並んでるんです。もう多分日本で一番生姜焼き弁当があるんじゃないかっていうぐらいに並んでるんです。で、そのお店、不思議なお店で、普通じゃあんまりありえないようなこう品揃えなんですね。例えばこの、なめらかカスタードのプチシュー12個入りで、これそんなに売れると思わないじゃないですか、一般的に。でもね、極端にこうバーッとこう、まあ、ありえないぐらいにいっぱい並んでるんですよ。でも売れるんです、なぜか。その仕入れしてるのは多分店長さんなんでしょうけれど、多分そういうことの天才っているんでしょうね。絶対こんなもの売れないっていうようなものがね大量に入荷してるんですよ。で、いやこれいくらなんでもこんなに売れないんじゃないって言うと、いやそのうち売れるよって言って、次の日行くと結構売れてるんですよ。であれと思ってると完売してるんですよね。で今日見に行ったら、まあそのお弁当がバーッと並んでるんですよ。でいくらなんでもね、こんなに生姜焼き弁当を今の時期に買う人がいるのかなって思うんですけど、多分売れるんでしょうね。そういうその商売とかね、そういうことにこう長けてる人っていうのはなんかこう直感が働くんですかね。不思議だなと思いました。そんなこんなでちょっと帽子をね変えてみました。これメッシュになってまして、涼しいんですよ。帽子やっぱりかぶってないとなんかこう直射日光浴びるとね頭熱くなったりするでしょ。で帽子好きなんですけど、なんかいい帽子ないかなと思ってたら、今日たまたま二子玉が行ったら見つけまして、ちょっとしばらくこんな感じで行こうかなと思ってます。たわいもない話でした。それではまた、竹下敦でした。